肉が即日で強くなる方法の10個の方法、あともう少しですね、8個目です。今度は8個目すごく短いです。簡単にやる方法なので、はい、覚えてください。ちょっと気持ちいい方法です。気持ちいい、はい、気持ちいい整体ですかね。まあこれも一番蹴りが分かりやすいんですけど、はい、あ蹴りが普通に、あ、まあまあ、普通になんとなく、まあ、今はちょっと前蹴りした感覚ですね、はい、まあ、こう持ってもいいや、つけなくてもいいんで、はい、今の、まあ、状態のこの感じですよね、はい、まあ、足の上がりやすさとかを覚えてもらうと分かりやすいんですけど、はい、足を上げたときに、はいはい、うん、そんな感じですね、はい、でこれは本当すぐ自分でもできる。さっきのはちょっと人がいないとできないんですけど、これ自分でもできるんですけど、あ、でも右足で蹴ったんで右足でやりましょう。右足で、はい、右足の、でこの状態になっていて縦膝みたいな感じになっていただいて、まあ、そうすると、まあ、ちょっと力抜けますよね、この辺、うん、立ってるとどうしてもちょっと力入って体重がかかっちゃうんで、でそのこのくるぶしの下ですね、くるぶしの下ですね、はい、そこの方をこうなんか指先でガクガッと、あ、くるぶしの下を指先でマッサージするみたいな、はい、そうです、もう力も入れず、ただこの下をかけて、こう見てください、こうやるだけですね、そうですね、はい、ただそれだけです、はい、まあ時間も、まあ本当に、まあ、20秒ぐらいでいいかな、10分20秒ぐらいでいいかなっていう感じなんで、はい、それだと多分足が、はい、じゃあ行きます、はい、行きます、足が、ああ上がりやすいね、なんならフットワークもしちゃうみたいな、フットワークも多分しやすくなると思うんですよ、これしやすいですね、足が、はい、はい、この状態で乗った感じですね、はい、はい、ちょっと今押しちゃったけど、こ、この足が上がりやすくなるっていう、はい、足は上がりやすいですね、はい、だからまあもちろん膝でもできるんですけど、膝上げでもいいんですけど、はい、でまあ、ここが動かしやすくなるということは、まあ、当然このボクシングの、ボクシングではこういうボディアップがしやすくなるわけなんですね。ここですね、やりやすいですね、はい、この辺が、はい、なんか気持ちいいこれすぐできるので、ぜひですね、8個目はしょっちゅうやってもいいかもしれないですね。あ、そうですね、もうちょっとやる前とか練習前とかにちょっとやった方が、はい、調子上がると思うので、じゃあ8個目はですね、はい、皆さんしょっちゅうやってみてください。というわけで8個目が終わりました。あと次90といきますのでまだまだご覧ください。はい、次の動画でよろしくお願いします。